ダークワンが現れるようになったのは比較的最近になってからだ。ダークワン、人間よりもはるかに大きく悪夢のような生物、得体の知れない不気味な存在だ。突如として現れた彼らは我々人類の生き残りにとって大きな脅威だ。噂によれば彼らは驚くほど強く、信じられないほど邪悪で、人間を素手で八つ裂きにするという。だがそんなのは全て嘘だ。真実はもっと恐ろしい。今からちょうど1年前、僕はテレビ塔の上から地表に降り注ぐミサイルを眺めていた。おびただしい熱で金属やガラスがまるで飴のように溶けていった光景を覚えている。あの炎の中を生き延びられる者などいるはずがない。だがダークワンの生き残りがいたとカーンは言う。僕の任務はそいつを見つけて始末することだ。自分の始めたことにケリをつけるために。かつては列車なんて当たり前だった。でも今はこのモノレールが魔法に見える。そうでしょ。私たちの子供が操作方法を知ることはなく、その子供たちはこうしたものを想像したのは神だと思うのでしょうね。さあ駅に着いたぞ。ここは謎に包まれたメトロ2号線の一部だ。時間も人でもなくて、ここらのトンネルはまだ調査していない。迷子になるなよ。こっちで電源を入れて照明がつくか試してみる。しばらくはフラッシュライトを使ってくれ。了解。準備はいい？気をつけろ。扉が閉まるぞ。コーンを祈る。ええ、心配ないわ。あなたと父がダークワンを倒しに行った時、モノレールを使ったでしょ。いい兆しね、ウサギさん。この任務でも運が向くかもしれないわ。電源が入ってる。ゲートを開いて通路をカバーするわ。オーケー、それでいいの。クリア、行くわよ。行って、後ろに着くわ。右に進んで、左は行き止まりよ。何かが刺激したみたい。油断しないで。くそ、素早い。もうここは危険じゃなさそうね。オッケー、はしごよ。あともう少しであなたがウサギなのか男なのか分かるわ。地表よ、マスクを装着して。どこを見てるの？あなたにはもったいないの、ウサギ。手を貸して。行きましょう。ちょうどいい狙撃ポイントがあるの。広範囲を見渡せる場所よ。あなたは奴らの影響を受けないでしょ。私にその能力はないの。だから言って、ウサギさん。正面から侵入して目標を探して。ダークワンはあなたがお気に入りだから、匂いとか何らかの方法であなたに気づいて姿を現すはずよ。
私が援護できるように見える場所に。無線で連絡を取り続けましょう。何か動いた。気をつけて。逃げよう。奴らに対処するわ。ダークはいらない。こっちも。逃亡してる。もっと来るわ。別のサービスやるわよ。自分がちっこいネズミになったと思え。姿勢を低くして急な動きは避けろよ。注意していくぞ。いいな。我々は罪のない人々を守る。お前を撃ち殺してない。いや、そいつを撃つのやめとけ。ありがとうございます。ありがとう。相当は撃つだけではミュータントに行くぞ。こいつらには公式の予想し、いい見せ物にもなるしな。これについて相当に賛成とわけじゃない。相当は絶対だ。無論そうさ。しかし首を吊られるとクソを垂れ流す。後始末は。よし、お前は右をやれ。俺は左をやる。片方は俺の方に引きつけるから、その間に始末しろ。分かったか。やっちまえ。慎重にな。行くぞ。これならシャベルで殴り殺せばいい。効率が上品だろ。やれやれ、お決まりの後、聞こえたか。何か落ちたような。あ、何だ。130番、今の音はお前か。いえ、違います。神に誓ってもいい。そこら中散らかし。おい、あれを見ろ。失礼だ、このネズミ。ついでたら叫ばれるかと思ったよ。おい、そこにレバーがある。それでハシゴが出るぞ。もうダメだ。
奴らをやっちまえ。俺たちはどうせ終わりだ。俺たちが殺されるのを黙って見てるつもりか。おいおい、看板を開けてくれないか。制御盤は監視室にある。頼む。電球を外せ。ちょっと待て、今の聞こえたじゃん。いや、気のせいだろ。お前らが遺伝子をダメにしてるんだよ。化け物。ああ頼む、やめてくれ。やめろ。自分の姿を見てみろ。お前の頭は、あの電気技師。お前はあっち側に行け。登れる場所があるはずだ。上で落ちよう。おい、スパルタン、うまくやれよ。やめよう、やめよう。やっぱりこれからの最後の一杯を飲んでから禁酒しよう。それがいい。おい、なんだ、聞こえるか。降伏する、降伏する。決着はオエラ方につけてもらおう。もうたくさんだ。100年以上も維持できるほどの医療品と食料がある。そして化け物と薄汚い遺伝子を地球上から一掃するための十分な武器も。しかし D6 はスパ調査殿、なんだ。おい、なんてこった。が監視を殺して逃亡しました。ならこんなところで何をしている。Ай, ай, 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 ай